ちょっと上村にダムができるというお話がありましたので、ちょっとなんかその辺のニュースが届いておりますけどね、はい。ラジオの三平、村長でございます。この度おいで村はダムの底に沈むことになりました。村長の村民の約9割が反対しているようでございますが、私は国からの補助金でグアムに引っ越しやすので関係ないでございます。ごちゃごちゃ言ってるやつは村と一緒にダムに沈めるでございます。さっさと引っ越せでございます、バカなカッペどもが。沈むんですかね。沈むとこのコーナーも終わり。そうですね、なくなっちゃいますからね。ラジオネルサンチマ、うん、おやりよせ、この手紙を読んどるっつうことはもうオラはこの世におらんちゅうことだべな。オラはダム建設を進めた村長の右腕としてやってきただ。だが村長は行き過ぎた。気に食わねえ町の連中皆殺し。信じられるのは富と権力。オラはあいつのこれまでの経歴全部村中にばらしてやっただ。だが甘かった。優しい村人だと思っとったが、すでに全ては村長の手中。村人は全員村長とグルだったんだべ。裏切り者は殺す。この村のルールだべ。みんなで木の実取って、不作の年は村中で分け合って、オラが結婚した時には村中でパーティーして、それは楽しかった。オラはこの後森の奥さん連れてかれて、歯全部抜かれて、喋れなくされて、全身蜂蜜に殴られて、木の上さ吊るされて、体中動物たちにえぐられて続き帰るの。でもな、この村で死ねて俺は嬉しいよ。アリオス、最後にお前にだけに伝えたいことがある。聞いてくんなさい。正義はこの世にね。じゃあね、あの世でまた。アディオス。ああ、なくなっちゃったな。ひどいわ。野村だとは思わなかったね。ラジオネーム、オマットさんでした。アディオス、おばんでーす。この間話題になったダム建設問題。結論から言うと、ダム建設は中止になった。いや、中止に追い込んだと言うべきかの。5日前の未明、ダム建設推進派の村長が自宅で死んだことによりダム建設は頓挫した。察しのいい諸君何はもうお分かりじゃろう。村長の死にはオラが介入してるだろう。と言ってもオラが村長を殺したわけじゃない。ある優秀なアサシンが村長を始末したんだって、うんうん、そのアサシンの正体は人を殺すように調教されたオランウータン。対象者の睾丸を圧倒的な握力で握りつぶし、息の根を止める。その殺しの手口から名付けられた異名は、ナッツクラッカー。各絵もナッツクラッカーに始末されたらしい。各絵も。これでおいで村もようやく春が迎えられそうだな。花見と行きたいところじゃが、もう桜はすっかり散ってる。うん、村長の睾丸のようにな。ナッツクラッカーの仕業で。すげえ。ちょっと、ナッツクラッカー、ナッツクラッカーよ、と同じぐらいの殺し屋がいっぱいいるみたいだからな、村にも。怖いなぁ。いろんな能力者がいるようですから。うん。いますね。ちょっとまあ、それからの動き、ちょっといろいろと。怖い村だ。ナッツクラッカーに、を野放しにしてるわけにいかないでしょ。そうですよ。お願いします。オラウタ。ドリーマー。